このグラベルロード SK なんですけど、チューブレス化して今回2回目のライドになります。で、感想を言うと、今まで WTB の 650B47C の、バイウェイで 37C のリードラークリンチャーでグラベルキング SK43C って流れなんですけど、まず太さで言うと 43C はグラベルライドではいいもののオンロードではかなり重く感じます。で、まあ、当然なんですけど、まあ、まずトレッドパターンがもうゴツゴツした形ですので、もう完全に砂利道とか向けで、オンロードではグリップが強すぎてなかなか速度は出ない風になってます。逆に今まで使った650B の 47C のあのバイウェイ、トレッドパターンがセンターがスリックで横がちょっとゴツゴツしてるような形なんですけど、あっちの方がタイヤ太いもののめちゃくちゃオンロードで走りやすいで、 37C のリドラーや 47C のバイウェイよりちょっとオンロードでは重たい印象を受けます。なんかチューブレス化してるってしてるのかって思うぐらい重たかったですね。ただしこの太さのグラベルキング SK を雨上がりのぬかるみ、泥、砂利っていったとこで走った時に、かなりグリップしてくれるので、要は空転するのがかなり少なかった印象です。ですのでそういったぬかるみとか砂利とかそういったところで、まあ、空転とかスタックしづらくて、とてもオフロード向きのタイヤだなっていう印象です。まあ、グラベルキングいろいろ種類ございまして、今月発売されたグラベルキング SS で普通のグラベルキング、まあ、こちらはあの SK みたいにゴツゴツしてるものではないので、オンロードでもオフロードでも走りやすい万能モデルかなと思いますので、まあ、もしオンロードもオフロードも両方で使っていきたいっていうことであれば、ノーマルグラベルキングかグラベルキング新発売の SS で、私みたいにがっつりオフロード走るって決めてる人であれば、グラベルキング SK っていうのがおすすめかなと思います。でもやっぱりどうしても、この林道来るまでに何キロか20キロぐらい走らないと林道に行けないわけなんですけど、どうしてもオンロードを走るんですね。なのでその時は結構やっぱり今まで履いてたオフロード向けタイヤと比較しちゃうとちょっと辛いって感じの印象です。以上がグラベルキング SK のレビューでした。